チン、玉ねぎ、じゃがいも、お肉、あいもはね、炒めず、グツグツ煮るだけ。カレーパウダー、少しだけ猫ブラシ、お味噌、味の調整、ウスターソースかお醤油で。ちょっと辛かったらお砂糖、きび砂糖を入れたり、うん、ちょっと甘いもので調整してね。赤ワインとか家にあったら入れてもいいよ。今日はね、ちょっと日本酒を少しだけ入れて煮込みました。カレー粉はちょっと早めに入れて、じゃがいもが煮崩れるくらいまで煮込む方が旦那受けはいいです。これは好みなのでね、じゃがいもが柔らかい方がいい人はしっかり煮てください。ウスターソースはね、最後に入れます。辛くしたい人は最後にね、ガラムマサラ入れてください。ガラムマサラはもう最初から入れちゃうと、せっかくのいい香りが飛んじゃうので一番最後です。でね、ベイリーフはいつも2枚入れます。香りをね、もっと出したい人は切って入れてもいいです。これからちょっとプチトマトを掘り込もうかな。これは旦那の2日分メイビー3日分の食事です。作り置きカレーです。 Thank you for watching. Bye.